はい、というわけでどうもこんにちは、103家です。ということで今回もやっていきます。本日はですね、木津駅にいます。今回木津駅の紹介でございますね。はい、というわけで、前から見えてきましたのは221系の宮古寺快速6両編成ですね。はい、鳥も喜んで鳴いております。できました、221系。逆光で見えにくいな。あそこめっちゃジョイントいいんですけど、見えないか、真っ暗で。というわけで、木津駅ですね。木津駅はですね、廃線となっては、学研都市線が一番奥の一番乗り場で、2面4線ですね。どちらも島式ホームとなっております。はい、221系の到着。この3番線のホームと2番線のホームは宮古寺快速。奈良線ですね。奈良線が活用するホーム線路で、こちらにあります、こっち側の線路が、基本大和寺快速が止まる線路となっております。大和寺快速はここから出てきますね。大和寺快速っていうか、鴨から来る電車ですね。で、ちなみにこっちは、このホームは大和寺快速と宮古寺快速、普通電車奈良線の電車が発車し、こっちは基本奈良線の電車しか来ませんね。というわけで221系の発車のようです。ちなみに一番奥のホームが学研都市線となっております。はい、行っちゃいますね。ジョイントになります。はい、いいようですね。ということで、短かったですが木津駅の紹介でした。ありがとうございました。